ようこそディルナノーグへ。新兵器テストから引き抜いちゃって悪かったわね。いや、あの子全然動かなくてやることなくなっちゃったんですよ。アルマシテルナ上尉。ただいま着任しました。人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀。地球の周りには巨大なスペースコロニーが数百機浮かび、人々はその円筒の内壁を人口の大地とした。その人類の第二の故郷で人々は子を産み育て、そして死んでいった。宇宙世紀0079、地球から最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、自治独立を求めて地球連邦政府に対し宣戦を布告。敗戦から1ヶ月余りの戦いでジオン公国と連邦軍は総人口の半分を死に至らしめた。我々は引き際を見出すことができないまま戦争は膠着状態に入り、8ヶ月余りで過ぎた。座って座って。今日から合流することになったさ。アル、待ってよキリリさん。ギャレット少佐と呼ばしてるな少尉。私は副隊長のバルバラハハリ注意だ。ここ私は悪くないと思うけどね。イルメラって呼んでよアルマ。パイロットの
ヘレナ・ヘーゲル総長。同じくパイロットのミアです。ミア、皆さん、彼女の着任を地球方面軍第二地上機動師団第11モビルス長いし対外的に打ち、うるさい妖精。日本には女三人よればかし、まったく失礼極まりない話だけれど、あなたたちはこの部隊が必要とすると、それを証明してほしい。はい、すでに各員の割り当てに関しては、まずはお互いに、いきなり？アルマは十分に訓練を積んでいる。なんか緊張してるみたいですけど。やれ、先行して。模擬戦を行う前にヘーゲル総長、ブリンクマン議長。了解、案内します。それではアルマさん、慌てず一緒に行きましょう。うん、二人ともよろしくね。模擬戦を行う病気が狙っている敵、誰が、はい、また敵モビルスーツの属性情報も戦闘を有利に進める上で重要だ。少尉の乗っているブリンクマン技術少尉の乗っている汎用型は強襲型に強く、支援型に弱い。ヘーゲル総長の乗っている支援型は範囲得意な属性へ与えるダメージは増加し、受けるダメージは軽減される。実戦ではジップ、それでは射撃兵装を用いて、はい、了解。こちら問題なし、いつでもやれます。まずターゲットにレティクルを合わせろ。レティクルの色が青の時に攻撃すれば攻撃が当たるぞ。バズーカのような爆風が発生する兵装は足元を狙うと当てやすい。またリロードを行えば弾が残っていても一定時間後に弾が補充される。ただしリロードの間その兵装は使えなくなるので注意しろ。了解。
していたようだが、これなら模擬戦も。射撃は攻撃の続いて兵装切り、今回は了解。まずは格闘兵装に切り替えを行え。格闘兵装の攻撃範囲は狭い。ターゲットに近づいてから攻撃だ。移動と組み合わせることで攻撃する方向や範囲が変化する。ターゲットとの距離や位置を把握し適切な攻撃を繰り出すが、攻撃後の隙は高速移動でキャンセルできる。うまく使って隙を減らせ。わかりました。やってみます。ナノーグはとても軍の施設とは思えない素敵な場所。隊長のキリーさんは強くて優しくてすっごい美人。ヘレナはツンケンしてるけどしっかり者で本当はきっと優しい人。ミアはほんわかしてるけど頭が良くて集中した時は別人みたい。イルメラさんはとっても頼れそうで、バルバラさんはちょっと怖いけどみんなのことを考えてくれる一生懸命な人。ティルナノーグには素敵な人たちばっかり。まだみんなと完全には打ち解けてはいないけれど、なんとかなるかな。私がこのティルナノーグに着任してから1週間、連携はまだそれなりだから、もっともっとうまくやれるように頑張らなきゃ。もう二度と捨てられたくはないから。偵察機がティルナノーグ周辺で所属不明の機影を捕捉した。我々は特別な才能を持った女性兵を含む部隊の構成上、秘匿されるべき組織であると同時に、キャリフォルニアベース防衛の早期警戒のこの場所は連邦に知られて、所属不明機が連邦であれば即時排除、友軍であれば警告し転身を促せ。警告に従わない場合、実力打っていいんだ。ええ、コールサインはこの通り。私がリーダーですか。私の一存よ。意義は
ありません。誰でもいい。ではお任せく。期待しているわ。では作戦の詳細。今回の目標は所属不明機の確認。隠れるのにうってつけの丘があるか。連邦軍であれば即時排除。たとえ友軍であっても警告に従わないように。何かあったらノイジーフェアリーの。このチームでの初陣か。初めての実戦になるかもだし緊張する。そういえばヘレナは実戦経験あるんだよね。ああはい、それなりには。総員第一種戦闘配置了解。でも、なんだってこんなところを短期でうろついてるんだ。バルバラ注意、どうしましょう。フェアリーリーダー、こちらで通信を試みる。警戒は怠るな。移動中の用軍機に次ぐ。その場に停止し、応答せよ。所属と目的を確認したい。繰り返す。通信機の故障？仕方ない。アルマ、接触して停止を促して。ただし気を抜かないこと。了解です。ヘレナ、ミア、周辺も警戒。武器のロック解除しといて。何？敵なんだね。騙し打ちかよ。戦争犯罪ってやつじゃねえか。やることが汚ねえ。相手は一気ですし。